皆さん、明けましておめでとうございます。皆さんは1月1日に何をしましたか私は家族で東京に遊びに行きました。朝6時半に車で出発しました。高速道路から富士山が見えました。 それから朝日が綺麗でした。そして8時半ごろ、新宿に着きました。東急歌舞伎町タワーの駐車場に車を止めました。 そしてそこで映画を見ました。ゴジラマイナスワンという映画です。見た人はいますかスクリーン X という画面が3面あるところで見ました。普通の映画館は画面が目の前に一つあります。 でもスクリーン X は横にも画面があります。なので海のシーンなどはとても迫力がありました。ここの映画館は入場料が4700円でした。普通の映画館は入場料が大人1800円とかです。 そしてポップコーンと飲み物が合わせて1,000円ぐらいな感じですだから4,700円は高いんですがここは映画が始まるまでこの綺麗なラウンジで待てるしポップコーンと飲み物が無料でした。 トイレもとてもきれいでした東急歌舞伎町タワーは2023年4月にできた新しいビルです中は楽しめるようなお店や ホテルが入っていますこのフードコートも楽しそうですよね映画を見た後、お昼に焼肉を食べましたでも映画館でポップコーンを食べていたので焼肉があまり食べられませんでした それからか明治神宮に向かいました。 歌舞伎町の方に向かう消防車が何台も通りましたはしご車まで通っていきましたニュースになるような大きな火事ではなかったようでよかったですここは紀の国屋書店という本屋さんですこれは 門松と言います。お正月に入り口の両側に置くものです明治神宮に着きました。 明治神宮は渋谷区にある大きな神社です。前に代々木公園の動画を作ったのですが、そのそばにあります。日本には初詣という習慣があります。初詣というのは、The first visit と書きますが、 新しい年の初めに神社などに行ってお参りをすることです。必ず行かないといけないというわけではありません。行きたい人が行くという感じです。海外の人から見ると初詣は宗教行事の一つ と思うかもしれません。でも日本の人は宗教というより習慣とか文化だと思っている気がします。私の場合は今回動画を撮りたかったので行きました。明治神宮は初詣の時、 東京で一番混むと言われています。見てください、この人の数。多いですね。結局、一時間半以上並びました。そして自分たちの番が来てお参りをしました。 おさ銭箱にお金を入れてお祈りをします。おさ銭箱というのはお参りするときにお金を入れる箱です。普通は木でできていてこれくらいの大きさです。でもこの時期の明治神宮のおさ銭箱はプールみたいです。 大きいですね。おさい銭箱に入れるお金のことをおさい銭と呼びます。神様に渡すお金のことです。いくら入れるかは人それぞれで自由です。硬貨、コインを入れる人が多いと思います。 ご縁はご縁がありますようにということでおさい銭でよく使う効果ですご縁はいい人に出会うとかいい仕事の機会に恵まれるとかそういう意味ですそれから歩いて新宿に戻りました その間に大きな地震がこちら石川県を中心にありました。これを見ると日本全体が揺れたようです。数字が大きい場所が大きく揺れた場所です。7というのは震度7ということです。 震度はその場所にいる人が感じた揺れの大きさ、強さのことです。東京はそれほど揺れませんでした。それに私たちは歩いていたので全然気づきませんでした。今回の地震でたくさんの家が壊れました。 亡くなった方は200人以上で、行方不明の方もまだ60人以上います。まだ地震が何度も来ているそうです。何もできないので募金をしました。リンクを貼っておくので、皆さんももし余裕があったら ぜひお願いします新宿まで歩いて戻ったあと回転ずしに行きましたここは職人さんが中にいて作っていますここでお茶を入れますそして 回ってくるお寿司を取ります。マグロがピカピカです。とても美味しかったです。食べたいものが回ってこないときは注文します。作ったばかりのものを食べたいときも注文します。そのお寿司が 回っていたとしても注文すれば作ってくれますお皿の模様で値段がわかります最後はお皿の数を数えてお会計をしますとてもおいしいお寿司屋さんでした

こういうのをおまけと言います。お店の人が三円おまけしてくれました。現金で払うとこういうことがたまにあります。お寿司を食べた後車で家に戻りました。 とても楽しい一日でした。はい、では今日の動画はここまでです。皆さんの2024年がいい一年になりますように。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。またね 1>, 1月1日午前0時ごろ私たちは近所のお寺に行きましたそして1時に家に帰って2時までにショート動画の編集をしてアップしましたそして6時には起きて6時半に家を出たので朝から 忙しい1月1日でした